どういう変化が出るのかっていうのを検証してみたいと思います。これをつけることによって足の使い方とタイミングが変化したってことは間違いないわけだよね。今まで見た中でもなかなかですよね。はい、今回はですね、ちょっとこう面白い練習器具というかトレーニング器具を見つけたので、それをまあゴルフに使えないかなということで、購入しました。そうするとですね、特に、足の使い方を正しくマスターする上ではとってもいい練習ツールだと思うので、皆さんに紹介したいと思います。で、今日は、美咲に手伝ってもらおうと思います。で、今カメラ持ってくれてる、三浦もですね、ちょっと ここに参加していろいろテストに加わってもらいたいなと思ってます。じゃあちょっとこれ美咲、ちょっと足上げてみて、ボーン、はい、こういう感じ。これね、バンジージャンプのコードみたいになってるんですよ。で、今右の脇腹のあたりから2箇所、足にですね、足首に、かなりきついゴムが、ついてるような状態ですかね。まあ、最近メジャーリーグの選手だったり、野球のトレーニングなんかでこういうのを使ってます。ピッチャーが、軸足に装着して、しっかりと足を蹴ってスピードを上げるとか、バッターも右足左足に装着をして、大きなエネルギーを足から、ね、地面からもらうというようなやり方でバットスピードを上げるとかね、そういったことに使われている、トレーニング機器です。で、あんまり今まだゴルファーがこれを使ってるっていうのは、僕なんかも全く知らないんですけど、実は結構これを、なんか見た時に、あ、これゴルフに使ったらすごく役立つだろうなと思って、すぐ取り寄せて、実はいろいろ実験をしていたんです。で、かなりですね、私は価値があるものだと思うので、今日はちょっと2人で試してもらおうと思ってます。はい、はい、じゃあちょっと美咲、はい、まずこれどう、このまずね、これほら歩いて、ちょっと歩いてみな。普通に歩けません。ピョンピョンみたいになっちゃいます。それぐらい引っ張る力が強いっていうこと。はい、じゃあちょっとアイアン打ってみようか。事前にすでに、スイングカタリストで、美咲のそのアイアンのデータと、ドライバーのデータを取ってあるので、まず右足に装着時、少し何球か打った後に、スイングカタリストでですね、横回転縦の力がどれぐらいかかってるのかって、そういう動きを意識してね、はい、で、左足に装着した時にどういう変化が出るのかっていうのを検証してみたいと思います。で、僕は自分自身はやってるんですけど、2人にはまだやってないので、ちょっとテストということも含めて皆さんに見ていただければなと思います。じゃあちょっと打ってみよう、はい、どういう感じがする？もう右足踏ん張ってるのも結構きついです。置いてる時にもうブーンと引っ張られてるから、もう力抜くとピョンヨンヨンヨンみたいな。普通に立ってるのがしんどいです。できないよね。はい、はい、どうぞ。はい、なんかちょっと普段と違う、ふわついちゃうよね。ふわついちゃいますけど、自然とこう蹴る力は勝手に働いてくれるんで、自分よりタイミングが早く体回せそうな。はいはいはい、おお、その引っ張られてる、ゴムに対して最終的には抵抗していくっていうことが大事だよね、はい、当然その最後蹴るとき、特にインパクトからフォローにかけてっていうところはそうなるよね。飛んでる気がする。これですね、一応、僕のこれはまだすごいたくさんの人数をやってるわけではないんですけど、あくまでもその足の使い方という点で、きっとこういう感じだろうなということを最初に言っておくと、そもそもかなりゴムはきつくてですね、縮もうとしてるんです。で、それをバックスイングを上げるときには伸ばす方向に少し力を入れるというか、伸ばしていく方向にやっていく、いいですね。この曲がるからといってカクッと負けないで、むしろ伸ばしていくような方向で、今度切り返しの時には、しゃがみ込みの動きがあるんで、そのゴムが縮んでいく方に行きますよね。で、最後バンとインパクトを迎えてフォロースルーになった時にまたもう一度足を蹴るっていうような感じかな。でも細かくそのしゃがみ込みの動作とかっていうのが感じられないかもね、なかなか多くの人たちは。なので、このゴムに抵抗してるっていうことだけでも価値はあると思います。
じゃあどうぞ。はい。どう？ちょっと装着時の見てみたいな。ちょっとその前のやつ。これは全く装着していない時の美咲のデータです。体重移動、右方向にバックスイング初期に 75% ぐらい移動して最終的に切り返すときにもう一度右側、まあだから最大に右方向に乗ってるのはトップなんだよね、はい、この辺はねちょっとこうまあ遅いというか、ここにいきなりポンって乗って左方向に行く方がより効率的だし力が入るなというふうには思います、うん、はい。そこからはい、ホリゾンタルピーク、そしてトルクピーク、まあでもいいですね、あのタイミングとしてはいいと思います。で最後バーティカルピーク、はい、この辺も、まあ、まずまずのタイミングでできてるなと。でさらに、この辺りのフォースをしっかりとできればいいですね、今のトレーニングによって。じゃあ右足に装着してる時どうなってんのっていうところ見てみたいな。さて、おお、なんかシンプルに強く踏めてる。これをじゃあちょっと同時に対比してみようかな。こっちが装着時、こっちは非装着時ということですね。じゃあホリゾンタルから見とこうかな。はい、単純に、数値だけで見れば対体重比で装着時 24%、 はい、非装着時 20% ということで、装着時の方が横方向への力をかけているということです。はい、まあ横方向にかけている力はシンプルに大きい。次トルク、トルクにかけてはほとんど同じ、厳密に言ったら 0.01 非装着時の方が多いですけど、まあ、1.32 と 1.33 ということで回転の力に関して言うと、まあ、ほぼ同じです。はい、回転のタイミングに関してもほぼほぼ同じ、うん、はい。でそしてバーティカル、これも、装着してる方が大きいです、縦方向の力 158%、非装着時 150% ということで、装着時の方が大きい。まあ、そのタイミングに関しては、実は装着時の方が前に向いてますね。装着時ボールの前、非装着時ボールの後ろということで、ピークに関しては随分変化が出たと。これはね、具体的に今この段階でこれを装着したことによって起こってる現象だとは分かってるけど、それによって何が起こってこうなってるかっていうのはこれから要研究っていう感じだけれども、これをつけることによって足の使い方とタイミングが変化したってことは間違いないわけだよね。面白いね。でもちょっとこれをね、ちょっと指導レベルでやっぱり出すためには僕らってこういうのを、まあ、日々結構研究してるわけですよね。これがどういうパターンの、アマチュアゴルファーの方に有効な薬になるかっていうのを、まあ、こうやって研究してると。面白いね。どう感じるのこれ。でも自分で打ってても、うん、勝手にというかこれがあるせいか、うん、右足こう蹴るタイミングが早くなった気がして、ちょっと1球目は本当にクラブがついてこないっていう感じでタイミング合わなかったんですけど、はいはいはい、1球目、そうかそうか、はい、それでうまくじゃあ触れたっていう感じなのね、はい、うん、なるほどなるほど。今度はねこれを外してみよっか。じゃあ今ちょっと何球か素振りしてイメージ取っといて、はい、このなんかこうタイミングとか蹴り感みたいなのを覚えた、はい、覚えた、はい、じゃあ覚えたら外そう。よし、じゃあその感じだ。よし、打っていいですか。うん、体がびっくりして当たるかどうか分かんないけどな、こういうのって。はい、はい、おー、どう、当たった。当たった気がします。あ、159ヤード。まあ、距離はね、どうしてもフェース向きとか当たりとかが関係しちゃうんで、実際にその今これ装着してるから飛んだとか、それってちょっと語りにくい部分も正直あります。それだけでは、ただ力をかけたかどうかは当たりとは関係のない世界で起こってるんで、この辺はね比べる価値がやっぱりありますよね。これがですね、非装着時、まあ、両方とも非装着時なんだけれども、今の素振りを何回かやった後ですね、ほらここに丸まってるでしょ、これが最初です。
じゃあちょっとホリゾンタルから見てみようかな。おお、まあ単純に 23% と 20% ということで、かけてる力そのものは変わったね。で次トルク、いやもうやたら違うね。 1.48 と 1.33、すごいね。はい、俺も何かよくわかんない。まあただほらこうそのイメージを残したらトルクという力が上がったっていうことだよね、はい、だからその、まあ、右の足を伸展ガッていいタイミングで力を入れることっていうのがトルクフォースをこう上げる効果があったっていうことだよね。こっちが今トルクフォースのピークですね。はい、で次こっちがこの辺かな。まあポイントとしては同じぐらいですね。トルクのタイミングが特別、大きく変化したかっていうと変化はしてないんだけど、回転の力は大きく変化したということです。そして最後縦の蹴る力、これはまあこれはほとんど同じだね、うん、はい、だから装着時と非装着時ね、素振りした後とかだとちょっと傾向がやっぱり少し変化するのがあるよね。つけたまま打つと、まあ、こういうデータですと。ただそのイメージを残して打つとこういう効果が出るっていうのはちょっとそこがまた切り分かれてる雰囲気が分かるよね。これはね今すぐこれが皆さんにこうですとかって、ね、言いにくいんだけれども、ただ当然頭の中ではこういうタイプの人には向いてるだろうなとか、こういう動きを獲得したいから、まあ、これを装着すればいいよねっていうのは、まあ、当然想定してます。はい、じゃあこれちょっと見てみようかな。はい、これバーティカルの縦方向のピークです。これも随分前だね。さっきより前、もうさっきより前さっきより前。まあでもどっちの方がそのタイミングが合ってるかってね、リリースするこのバーティカルの縦方向へのエネルギーとそれをこう減速するタイミングが合ってるかっていうと、非装着時の方が一番最初ね、何もやらない時の方がタイミング合ってるんですよ。だからもう無駄にこう地面からのエネルギーを獲得してるから、まだ体はびっくりしてて、クラブの振る動作とのタイミングはそのものは合ってないっていうことが言えるかな。だからこういうのはねすごい重要な、地面からのエネルギー量がね、フォースの力が大きくなったからって言ってクラブの動かし方とのタイミングがマッチするとは限らないでね。面白い、これも面白いんじゃないの。じゃあ今度は左足に装着してみよう。はい、いいね、もう勉強になるな。こう私の実験ですよ。私自身は左足の方が好きです。これ右も左もテストしましたけど、私自身は左の方が好きかな。はい、じゃあ素振り、これもちょっと素振りしてこのなんか引っ張られ感に慣れてうまくこう抵抗して打ってみよっか。やってみた。はい、右足の方がでも分かりやすいかもしれないです。あ、右足の方が分かりやすい、はい、これねすごい人によると思います。まあ右足はまあ、野球でいうと軸足ってね、で左足は前足みたいな話になるわけですけど、私はゴルフの、まあ、蹴り足ですよね。蹴り足は最終的に踏み込んでバーンとこう強く蹴ってるね、最後の蹴っていくのは左足になってくるので、左の方がよりこう縦方向への出力みたいなのが上がるんじゃないかなというふうには勝手に予想してます。分かんない、それこそたくさん見ないと分かんないけど、じゃあ装着時のやつを見てみようかな。まあ、最終的な体重移動量は減った、まあ、それ左引っ張られてるからね、はい、ここがこう強烈に今左の足がこうぐわっとこっち引き下げられてるとか引っ張られてるんで、右に移動してる体重量は減ったと言えます。そして、ホリゾンタルも減った、トルクも減った。トルク減ったけどすごいめちゃくちゃタイミング早いね。わかる、はい、トルクはさっきは地面と平行ぐらいだったのに、左足の装着時は右耳の前ぐらいのかなり早いタイミングでトルクピークに達してる。タイミング量的な変化というよりはタイミング的な変化っていうことだよね。で最後バーティカルはこの辺あんまりこうしっかりとこうピークが見にくいようなフォースになっちゃってるので、もう一回ちゃんと打った方がいいかな。はい、ちょっともう一回打ってみようか。はい。はい、頑張った。頑張りました。頑張った。頑張ればいい。頑張りました。飛距離も多分飛んでます。
あ、もう今日ベスト今166キャリーだった。さっき実は結構150、まあ160ぐらいだったんですけどね、今の一番飛んだかな。今の一番飛んでました。今一番飛んでた、はい。まあこれはだから飛んだ理由っていうのがどこかに映ってるといいね。映っててくれ映っててくれいや、こういう練習器具やるときはこうやってね、楽しんでいかないとね、何がどう変化してそれが飛距離につながったのかっていうのが分かりたいよね。うん、ほらヘッド、ほら最初何も非装着時は85から後半ぐらいまで行ってたけど 10% ぐらい落ちて、要は右方向への体重移動が減った。でそこから左足にまあ踏み込んでっていってると、まあここはパターンが少し右方向への移動が減ったということが起こったということだね、はい。で、はい、ホリゾンタルピーク、まあ、22、これも非装着時の最初の 20% よりは少し多いよねと。で次トルク 1.42、まあ、ちょっと慣れてきたっていうのもあるのかな。 1.42、 これも回転のエネルギーが上がってます、まあ、少し触れるようになったのか。ここに関しても、うん、ここですね、さっきよりは早い。普通の時には地面と平行ぐらいだったのが、一番最初の無意識の時よりは早くトルクピークになってます、はい。でここバーティカル面白いね通常というとドライバーみたいなところで伸びてるけどいやでもさ面白くない、これ。だからこうやってゴムに引っ張られてることによって、まあ正直言ってこうバーティカルのこう伸びるね、縦方向への力をかけるタイミングが変化するわけじゃん。で結構こういうのってね、変化しないのよ簡単には。もちろん意識しますよ。で意識すると変化はあってもばらついたり、思ったより意識してる割には変わらなかったり、まあいろんなことが起こるんだけど、なかなかこう面白い変化なんじゃないちょっともう一回今度はじゃあそれ装着したまま素振りして最後また外してやってみようか、はい。あ、ちなみにバックスイング上げた時にこれがこう引っ張られてるでしょ。でそうしたらもうこの引っ張られてるのに任せて左膝こう屈曲してこうちょっと近づいていいです。で右のサイドは当然ここでこうちょっと伸びてる感じですね。伸びてる感じ。こっちが縮んでる感じ。でこの縮んだものをドキュンってこうインパクトと一緒に伸ばしていく感じ。そうそうそう。伸ばす。そうそうそう。任せて伸ばすみたいな感じですね。はい。じゃあちょっと。はい。はい。曲げて伸ばすみたいな。はい、はい、55です、うん。当たんなかった。いや、当たった感じ、当たった感じがするけど、まあこの辺はわかりませんまだ明確なこう回答がないっていうのかな。とりあえずその地面にかける力の量が変わる、タイミングが変わる。でまたこれもね、多分人それぞれちょっとどっちに動くのか、早く動くのか遅く動くのかみたいなのも相当量取らないと、どういうタイミングで処方するのかっていうのが完全には見えてこないので、これはまあ結構やらなきゃダメだね。でもその変わるっていうことに意味があるんですよ、実はこういうのは。で変わることがじゃあどういうパターンが存在するのかっていうのをまあ見つけていくことだね、これからね。はい、まあそのイメージが残ってればいいよね。あ、これ非装着時と一緒。ほら、やっぱりさっき引っ張られてることによって助けられてるのが分かるでしょ。だからこのゴムが引っ張られてることによって体重が右にかからなかったのが、今これを、ね、そう、これをかけないと思いっきり元通りの感じですね。これが悪いとかいいとかじゃないですよ。ただその装着してる時のイメージとは随分違うよねということです。ちょっとフォース見てみようかな。19、めちゃくちゃ弱い。弱いですね。ほら、トルクも弱い。もう今日最弱、うん、はい。でバーティカルはまあそれなりにあるけど、非常に横と回転の力が弱くなっちゃったよねと。今これ21、元に戻ってる、21、そうね、元に戻ってる。この辺のポイントは悪くないんですよ。悪くないんです。力強く振るためには横も回転も縦の力もそれなりに大きなエネルギーで、しかもタイミングよく使ってくる必要性があるわけでね。でそれをいかにこうクラブがね、遅れてきたものをインパクトで振り戻す力に活用していくのかっていうところが
クラブスピードアップにつながってきたりするから、まあ、特にこういう足の力が少なからずこの器具を使って変わるっていうことはね、指導上チャンスなんですよね。まあ、あんまりこれ正直言ってじゃあ皆さんがいきなり買って、あ、じゃあこれつけたらすぐ飛ぶようになるとかそういう感じじゃないかもしれないですけど、これ僕は左足に装着して、これ外した後に、まあ、5ヤードぐらい一発で飛ぶようになります。それはこの動き、あ、この動きねみたいなのが僕の中でこうコツの習得があったんですよね。でこれは多分皆さんももしこれ購入しなさる方、購入して右足左足装着してやってみるとその変化っていうのを感じるかもしれないね。美咲なんかどっちの方が良かった？右の方がやりやすい？右の方がやりやすいです。右の方が取って打つ時のイメージが出やすかったです。ああ、そうかそうか。左の方が、うんうん、まあ、してる時はそれなり右にこう行ってないとかはあったんですけど、うんうん、自分の中でこう違う動きがあったのは右につけてる時。ああ、そうなんだね、はい。ゴルフも利き足があるじゃない。例えば、まあ、テストでね、マイク・アダムスさんのテストとかでも、利き足がじゃあ右足左足両足ね、じゃあどこが一番力が入るのかっていうテストがあったりして、で私の場合は、骨盤も結構こう回転すると左側で回転しやすかったり、左が一番力が出たりするんですよ。だから左足に装着時に、その結果が出たという可能性は多分にあります。で美咲って軸足どっちなの？分かんないのか分かんないか、まあ、軸足テストをね後でやってごらんなさい。もしかしたら軸足利き足と今のこの、どっちに装着した方がうまく力が出せるとかっていうことと関係してる可能性もありますよね。面白いね。今そこでカメラ撮ってくれてるのはみひろなんだけど、これみひろやってる時間ないね一回とりあえずねこれだけのものなので、またちょっとこうデータが溜まってきたり、これ装着した時にこういう風な傾向ありますよとか、こういう方にこのトレーニングいいよねみたいなのが僕らの中で、もうちょっと構築されてきた時にまた皆さんにこれ見せますよ。そしたら今度は、まあ、例えば今指導しているプロたちが、これを使ってこういう変化出ましたみたいなのもとてもいい情報になると思います。この、ね、練習器具ね、なかなか僕練習器具マニアですけど、相当な今まで見た中でもなかなかですよね。これ使い方によります。これね、やって、5分ぐらいで飽きちゃうというか、俺意味ねーみたいになっちゃう人いっぱいいると思いますけど、これ価値感じる人だったらめちゃくちゃいいと思います。ただその使い方とどっちの方がうまくいくとかね、そういうところは要注意ですかね。それあたり悩んだらここに来てください今ここで全部を説明したり、皆さんにこの細かくアドバイスすることはできないので、はい、じゃあとりあえずみひろは今日見てるだけじゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。